はこっちのセリフよ。あんた、誰なの？なにこれ、もう。ちょっと待って、ちょっと待って。俺、お前と昨日の夜。え？ってこと？勘弁してくれよ。はぁ？いや、こっちのセリフなんだけど。いやいや。マジ、ちょっと待ってくれよ。ちょっと待って、私昨日、お酒飲んで、で、お店でお酒飲んでたのに、え？この部屋で、え、私この部屋に来て、お酒飲んだってこと？全部言わせんなよ。え、こいつなんでこのスタンスなの？え？マジかよ。はぁ、何このパンツ。このパンツ、何？どういう柄？ああ、マジでワンナイトなんか久しぶりだ、ほんと。はぁ？ワンナイトって。いや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 。そう、私、服も脱いでるし。ちょっと待ってよ。え、これ。絶対お前周りに言うなよ。は、最低な。お前周りに言うな。ね、なんであんたがさ、そんな、あんたがそれ言う？私のセリフなんだけど。どうぞ。言うわけないじゃん、あんたなんかとさ。いやいやいや。ワンナイトしたなんてさ、恥ずかしくて言えないよ。言うなよ、ほんと。てか、その、どうやって出会ったの？その、誰なの？本当にわかんない。は？もう記憶がもう何もなくて。ちょっとあんまギャーギャー騒ぐな。たまに響くだろう。ちょっと、こんなやつとワンナイトしたの私。じゃあ、教えてやろうか。うん。どういう流れでここに来たの私。もうそれ全部言っちゃうと、おめえがかわいそうだからあれだけど。私がかわいそう？うん。もう、お前が俺のこと誘ってきたんだよ。はぁ？私が？おい。私があんたを誘ったの？ちょっとその反応冗談だろ。え、ない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 。え、私、まあ、確かに記憶はないけど、どんなに酔っててもあんた誘うことはないって。昨日のあんた、すごかったぞ、本当に。はぁ？俺は仕方なくだよ。え、ちょっと待って、私、そんな。そうだ。え？それで。ああ、なんだよ。本当に最悪だ。ねえ、あのさ。だって、あんたはちょっと記憶あるってことでしょ？何？あんたは記憶ちょっとあるんだよね、今の口調。記憶あるないの話じゃねえだろ。いや、あんた記憶あるんだったらさ、それでワンナイトしちまったとか言ってるけどさ、それで周りのやつに言うなよは、それないんじゃない？あんたそのスタンスおかしいよ。だってあんた記憶あるんでしょ？記憶ないんだったらわかるよ。記憶ある上で、私とそういうワンナイトになったんだとしたら、周りに言うなよとか。ワン
泣いてなんか久しぶりだな。それやめて、その久しぶりだなって。それ、もう最悪。だってあんたさ、私とそういうことになって、周りに言うなってさ、男として最低だよ。そういうことしといて。寝た？あ、ごめん。え？寝ちゃった。寝ちゃったの？うわ、もうやば。なにこのおっさん。ちょ、やめて。ちょっとやめて、なになんだよ、これ。なんだよ、これじゃないよ。お前、マジで。お前、俺の大学の連れに言うなよ。は、え？は？大学の時の連れに言うなよって？いや、言わないよ。恥ずかしい。あんたとそういうことしたなんて、もう誰にも言えない。言うわけない。あ、俺の携帯。携帯どこ行っちゃったか。はぁ、あ。久々にワンナイトしちまったな。いや、それなんなの、その、ま、なんか、こまめに行ってくるけど、久々にワンナイトしたなって。あぁ、やべ。かっこいいと思ってんの、ワンナイトすること。達也にバレたら大学中に広まるぞ、これ。達也にバレたら大学中に広まんぞって、ごめん。あの、もしかして、大学生？大学生以外に何があんだよ。めんどくせえ。嘘、大学生なの、こいつ。え、大学生なの？え、大学、何年生？大学1年に決まってんだよ。大学1年？ああ、そうだよ。ギャー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 。カラスみてにわめくな。頭に響く。年下だった。悪い。うわ、年下だった。ちょっとサークルの管理で、最近寝てなかったんだわ。5分だけ寝かせろ。サークルの管理で最近寝てなかった。あ、ちょっと、あ、なるほどね。年下だからこの感じだったんだ。年下だからまだ自分のこと見えてなくて、なんか客観視できてないんだ。それでこのなんか、ちょっとその、なんかキャラ間違っちゃってんだ。分かってよ、こっち来い。いや、行かないよ。行くわけないじゃん。なんだ、その、さ、さっきもなんかワンナイト久々だなとか、それがかっこいいとか思ってるかもしんないけど、それ、やめな。今後、ね、それ全然、プラスになんないから。まだ子供だからわかんないかもしんないけど、あと、ちょっと髪型とか、もうちょっとどうにかしな、大学生なんだったら。あと、そのパンツ履いてるって、それ何、勝負パンツか、それ。たまたまだよ。たまたまでそれ履くそれ。勝負パンツの着ねえだろ。それ持ってるってのがちょっともう、なんかどうかと思うよ。それなんか勝負パンツかなと思っちゃったよな。若かったんだ、こいつ。だからずっとこの感じなんだ。その、何のサークル入ってんの？イベントサークル。イベントサークル？ああ、そうだ。イベントサークルで寝れてなかったの？ああ。とにかくお前はもう他の奴らに絶対言うなよ。で、言わないよ。言うわけないじゃん。お前と一夜共にしたなんて言われたら、こっちは松代の恥だ。いや、もう最低よ。あのね、そういうことを言わない方がいいよ。今後のために言っておくけど、女性、をね、傷つけることになるから、そういうこと言うのは。なんかそのスタンス取ってんのかっこいいと思ってるかもしんないけど、うん。まだ早い。まだ、間に合う。ね。そういうとこ直していこうってのはちょっと、うん。これも、大人の私から言っときます。ね。悪い。水取ってくんね。はいはい、お水。はい。悪い。ね。水取ってくんね。うん。なんで2回行ったの？取ったのに。じゃあ私も仕事あるから、ちょっともう、帰るね。
二度と俺の目の前に顔出すな。なんかあんま、その、言わない方がいいよ、そういうの。大学生だからなんか勘違いしてるかもしんないけど、全然かっこよくないからね。おい。ん？何すんの？もう行っちまうのかよ。何すんの？年下のちょっと可愛いとこ出してんの、ちょっと。あ、行きたいだったら行けよ。仕事あるから、行くね。は、勝手にしろ。じゃあね。じゃあね。あ、勝手に行け。知らねえ、お前なんか。最後のポーズ何だったの、あれ。帰ろう。授業遅刻しないように行きなよ。ああ、ギャー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 、わめくな、カラスじゃあるねし。さっきも言ってたんですよね。次の動画も見てね。おすすめ動画もあるよ。